どうもー、おやじだよー。どこから見ても中年のおやじだよー。さあ、全然可愛くないけど始めてみましょうか。今日はね、トラックの荷箱の後ろにつけたネームプレートについて少し話していこうかなと思います。で、これはですね、あくまでも私の一個人の意見でありまして、すべて正しいとか、それは間違ってるとか、お前は変な顔だとか、親父臭いだとかは別にして聞いていただきたい。そしてこの動画はですね、熟年の親父から、若い人から、トラック初心者から、ベテランから、すべてのトラック野郎に聞いてほしいです。では早速やっていきますね。で、その前にですね、イメージしてください。まあ、トラックのネームプレートといったらほとんどの人はね、わかるかと思うんですけれども、まあ、私が今乗っているこのウイング車なんですけどね、このウイングの観音扉の左側にネームプレートが貼ってあります。で、もちろん今ですね、私が運転しているので、そのネームプレートには私の名前が貼ってあります。で、これってね、どういう意味があるか、まあ、ほとんどのね、ドライバーの方、ほとんどの人はね、分かってらっしゃるかと思いますけれども、これはですね、このネームプレートを貼ることによって、そのドライバーがね、安全運転をすると。で、自分の名札をね、掲げて運転しているので、より安全運転に努めてくれるだろうという会社の思惑ですね。それでドライバーに安全運転をさせようと、そういった目論みがあるんですね。で、実際ですね、そこで実際に事故は減ったのかと言われますと、おそらく事故は減ってると思います。事故などね、違反あるいは煽り運転だとかね、そんなのもかなりの数でね、減ってると思うんですよ。そりゃそうですよね。トラックの後ろに、まあ、トラックって大体社名があるじゃないですか。なんとか運輸だとか、なんとか運送、なんとか通運だとかね。で、昔はね、トラックに電話番号も書いてあったんですよね。住所だとかね、電話番号が書いてありましたね。で、そうすることによって、まあ、あの会社の広告ですよね、いわば。お引越しは〇〇運送へ、みたいな。で、安全、安全、安心。そういったなんかね、会社の広告みたいな感じでね、引っ越しやりますよ、宅配やりますよ、何でも荷物運びますよ、ご用命がある方はこちらまでみたいな感じでね、昔は電話番号とかね、書いてありましたけれども、最近はほとんどないですね。電話番号まで書いてあるトラックというのはそうそう見つけることはできませんね。ですが、そのネームプレートをね、貼っているトラックは本当ね、多くなりました。でも、もともとね、どこの運送屋がやりだしたかは分かりませんけれども、おそらく大手の運送会社が最初にやったんじゃないかと思うんですけれどもね。で、まあ、私が記憶するところは、なんとか通運というのが あるじゃないですか。なんとか通運というのが、そこでね、なんか初めて見たような感じがするんですよね。で、あとはね、大手の宅配の運送屋ですね。で、ドライバーはなんとかです、安全運転します、そのようなね、
看板がねあったように、看板というかね、こんな感じでネームプレートと一緒にあったような気がします。でそもそもまあそれは会社の思惑でね、ドライバーにとってはねあまりというか、ドライバーにとってはねほとんどメリットがないですね。なぜならば自分のその個人情報をね晒して名前分かっちゃうじゃないですか。うちの会社の場合には名字なんですけどね、フルネームであるところもありますよね。で今の世の中って個人情報がどうのこうのって、ね、なんかどかくうるさいじゃないですか。で何かでね、まあ市役所もそうなんですけれども、何かでねまあ聞こうとしたら、いやそれ個人情報があるのでお教えできませんとか、家族でさえね、兄弟でさえそのもうね戸籍から離れたり独立してたらね、それ兄弟の住民票だとかね、戸籍を取る、まあ戸籍、まあそうだな、戸籍ですね、で取るのもね、なんか個人情報うんぬんなのでって言われますからね。そういった世の中ですよ。でもですね、この運送業界に限っては個人情報は関係ないような感じですよね。ただドライバーに安全運転の意識を持ってもらうためにそのネームプレートをトラックに貼ってたとか、そんなことをするわけですよ。でそれが本当嫌な人はね、本当嫌な人はそんな会社に入らないと思います。いやこの会社はネームプレート貼るんだ、だったらそういう会社はいかんわと、そういった人もね少なくないんじゃないのかなと思いますけれどもね。まあドライバーにとってはねいいことないですよ。まあただね、あるとすれば、もしかしたらですよ、もしかしたらあるとすれば、例えば何かまあ道をちょっとした道を譲ってあげただとか、なんかねまあ道を譲ったにせよ、前から来る車ですからね、それはまあ後ろから来るんじゃないから、まあ名前分かりませんけれどもね、ほんとね悪い場面の方が多いですよ。ほんとね、そういう気はないんだけれども、ちょっと入り方が強引だとか電話されるわけですよ。お宅の運転手車番がなんだかんだ何番何番のネームプレートが鈴木と貼ってありました、その運転手さん強引に入ってきてもうちょっとでぶつけるところでしたよと。で中にはねそういったクレームの電話をね入れてくる人もいます、はっきりと言って。なのでね、まあドライバーにとってはね いいことはありませんよ。で本当ね、なんというか、まあってはいけないんですけれどもね、本当まあ相手がそう思ったからそうなのかなと思うんですけれども、でも中にはね変な人もいますからね、何でもないのに。なんかね、なんというか、腹の虫の居所が悪い人がいるじゃないですか、中には。もう誰かに言わず、なんか喧嘩をふっかけてやろうみたいな。そんな人にね、なんかとっ捕まってね、で、畜生、今日はパチンコ負けて、競馬で負けて、クソ面白くねえから、
この運転手の会社にクソ文句の電話をしてこいつを困らせてやろうとか、中にはねそういった人もねいないとも限らないですよ。でそれもねネームプレートを貼られているばっかりに、なのでいいことはないですね。はい、そんなこんなでね、まあそれとは変わってですね、よくですねまあ今頃デジタコでねドライバーをすごくね管理されているんですけれども、この前ですね宅配の業者がまあ一般道路まあ40キロのところなんですけれども、まあ40キロで走ってると、それはいいんですよ、40キロ制限なのでいいんですよそれはね。で今度ね40キロ制限が終わってね50キロになったんですよね。でそんな時にちょっとスピードは上げてくれないかなと正直思いましたよ。後ろねすごい数珠つなぎでね、そこの道はまあ田舎道なんですけどね、私がよく幹線道路を通らずにそこを迂回というかね、幹線道路は渋滞するんでねそっちの道の方行くんですけれども、割とね交通量がまあまあ多いんですよ。でもね信号がないんでスムーズに行くんですよ。でそんな中ねその宅配業者がね見通しのいいところ見通しがいいんですが、まあ白い白線でねいくらでも追い越しかけられるんですけれども、まあ大型の場合にはねさーっと行けないんでね、まあいいやと思って後ろついてたんですけどね、まあ40キロのところはしょうがないなと思ってたんですけれどもね、まあ会社が厳しいからしょうがないよなと。でもね本当50キロになった時にはねちょっと50キロで走ってくれんかなと思いましたよ。でねやたらその制限速度をね重視本当守りみたいな会社もありますけれどもね、いいんですけれどもね、はい、まあ出せるところはちょっと出してほしいなと、スピードをね。でたまにはバックミラー見てね後ろが数珠つなぎになってるんだったらちょっと自分のせいかなと思って避けてほしいなと思うんですけれどもね、どうでしょうか、わがままでしょうかねこれ。で高速道路もねよくあるんですわ、まあトラックって80キロで走りますよね、大型車80キロで普通車普通トラックはまあ中型と言いますか今頃ね、そんなんでも100キロで走れるわけですよね。で今頃軽4でも軽自動車でも100キロで走れるみたいですね、高速道路知らなかったんですけど私。でそんな中ね70キロで走るトラックもいるんですよ、しかも宅配だとかでコンビニ配送だとかね、70キロなんですよ。ちょっとその70キロはねいくらなんでもやりすぎじゃないのかなと思うんですけどね、高速道路で。でかえってね渋滞を生む、渋滞するんですよね。でかえってそれ危ないんじゃないのかなと思うんですけれどもね、どうでしょうかね。まあそこの運行管理者なり社長さんなり、その高速道路を70キロで走らすその意味がよくわからない、流れに沿った速度が一番いいのじゃないのかなと。でその流れに乗った速度を、まあ、統計か何かで統計か
何かで撮ったのが、撮ったのが、まあ大型車だったら80キロで走らす方が安心だよと。で、普通車ならば、普通車だとか中型車とかは、まあ100キロで走っても安全と言える速度であると。で、その速度を決めてあると思うんですよ。でもね、その70キロ台はね、はっきり言って迷惑です。なのでね、まあ高速道路だとか70キロで走らせている、まあ運送会社さんの社長さん、ちょっとその辺考えてみたらいかがでしょうかね。でね、ドライバーもストレス溜まりますよ。ああ、うちの車は走れねえし、追い越しもできねえし、ちんたらちんたら走らんにゃいけないし、こんなことしよったら荷物間に合わないし、と思わんのですかね。ちょっとよくわかりませんけれどもね。で、しまいには煽られたりする わけじゃないですか。煽られたりもすると思うんですよ。意地悪もね、されたりすると思うんですよ。そしたらドライバーが嫌になるんじゃないのかなと。そういう会社はね、うちの車走らんから他の車に煽られると、面白くねえと、なんかちょっと幅寄せみたいなのされたとか、意地悪されたとか、なんかね、そんなんだったらね、その運転手がね、辞めるんじゃないのかと思うんですけれどもね、どうでしょうか。まあこれは私の一個人の意見ではありましたけれども、今日はトラックのネームプレートから高速道路の70キロ走行についての話をしましたけれども、皆さんはどうお考えでしょうか。まあ120キロとかね、130は出しすぎと思うんですけれどもね。まあ最後に一言余談ですけれども、大型トラックが80キロの速度制御装置をつけるんであれば、乗用車もね、110キロ以上出ないような速度表示、速度制御装置リミッターをつければいいんですよ。そう思いませんかね。私よく思うんですけどね、高速道路もね、ほんと150キロとかね、そんなベラボに出している車ありますよ。そんなリミッターでね、あの110キロとか、今新東名がどうですかよね、120とか OK なんかな。あ、とにかくね、その日本の道路が120キロマックスであれば、120キロ以上出るような車をね、作っちゃダメですよ。トラックをそうするんであれば、じゃあ自家用車もそういうリミッターをつけてくれという話です。ではこの動画は以上になります。それでは皆さんもこの後もご安全に、いってらっしゃい。